じゃあ結局メガテクボディ社製の反応炉に欠陥があったわけ？沢村元技官はメガテク社の開発部から賄賂を受け取り欠陥を隠す計画を立てた。で、爆破テロを装ったのか。まあそこまでは良かったんだが、ゼブラは反応炉を起動させて沢村から金をゆするつもりだったと。どいつもこいつも、ったく。しかしうちに声明文を流したのはやりすぎだったな。おかげで俺はレンちゃんの徹夜だったぞ。あれ？喜んでたんじゃなかったの？まあ新人にはいい訓練になるでしょ。あなたセンスはまあまあだけど、プチコマの防御能力をあまり過信しないことね。厳しいね。近頃親父に似てきたよな。過信失礼。さあ降下訓練始めるわよ。
Thank you.